自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50ラブカス TV 川口真奈部です今日は東京オトサロンのトヨタガズレーシングブースに来ていますここで先ほど発表されたばかりのこちらレクサスの LBX 森蔵コンセプトあれなんか真ん中に二文字ありますけれども読み方としては森蔵コンセプトと いうことらしいですが RR という文字が黄色でなぜか入ってますけれどもあああれですねっていうのが分かると思います分かる人には、はい、アルーキーレーシングっていうねやつだと思うんですけれどもね、はい、でこれがですね突如発表されたということで,ですね私レクサス LBX 皆さんにお伝えした通り購入したんですけれどもこれ出たんかいっていうですね どうなってんのっていうことなんですけれどもしかもこの車めちゃめちゃ魅力的な内容を持ってますのでこちらをですね徹底チェックいってみたいと思いますでまず今回発表されたこの LBX の盛り土コンセプトなんですけれどももうこの。 RR の文字も黄色でしたけれどもさらにですねこの、はい、ユニファイドスピンドルのところにですねイエローのラインががっつりと入っておりますしかも、まあ、もうちらちらとですねブレーキのキャリパーなんかも見えてると思いますけども黄色がですね結構入っていて、まあ、あの新年のですね森蔵さんからのご挨拶ありましたけれどもあの後に流れているです、ね、動画で見てもご自身でですね言ってるようにですねこう自分のですね チグネチャーーのカラーだといいう,うに言っっててるるイエローがです、ね、入っているわけですねそういえばルーキーレーシングもイエローとブルーのです、ね、カラーが入っているわけですけれどもこちらにも入っているということでございます。でこの LBX が普通にです、ね、色を変えただけなのかと思いきやそうじゃないということでまずです、ね、この辺りのグリルを見ますとグリルのです、ね、造形が通常の LBX とは違うものになっていて。 このねグロスブラックになっていてなおかつ、まあ、ちょっとこうハニカムっぽい感じのですねスポーティーなデザインになっているところがもうこれはあの LBX のノーマルを買った私としては非常になんか歯ぎしりをしたくなるようなかっこよさでありますけれどもさらにそのサイドの部分ですねここの部分ですけれどもここもスポーティーな造形になっていてルーバーがですね切ってあってここもグロスブラックになっていると。 いうことですしここからつながってこの辺りの処理を見ていくとおいちゃんとエアーがここから抜けてくるんかというですねそんな造形になってるわけですね。なのでもうフロントから真正面で見た時もスポーティーですけども,もサイドに回ってもあこれはもう機能がちゃんとこう裏打ちされたものになってるなというのをすぐに分かるものになってますのでそこがですねいや悔しいなというところでまずはこの。 真横から見るとですね,ね皆さんが知っている LBX よりも随分とスポーティーに見えるなというところですけれどもその理由はですね、まあ、当然このように見ていただくと車高もですね通常より下がっているというのもありますし、まあ、入っているタイアンドホイールがですねもうこのような感じで、はい、違うわけですよね。でこちらはですねコンチネンタルのスポーツコンタクトの7が。 入ってるわけですけれどもサイズがですね 235-45R19 のという19インチサイズになっておりますですのでノーマルよりもですね1インチ大きなサイズになっている上にですねリム幅も太いですからこのちゃんとホイールの深さもですね出てますしなおかつこのスポーティーなこのスポークのホイールがもうなんか僕ずっと悔しそうな感じの喋りになってて申し訳ないですけどこれもいいですよねしかもその奥見えるこの キャリパーがイエローになってますしディスクもですねこのような感じで、はい、スリットが入ったディスクになっているということでいかにも走るだろうなというそんなですねものになってるわけですね。しかももこれ全幅が通常のよりも広まってるんですよでここ見ていただくと、はい、フェンダーの上の部分に、はい、このような感じでですねちゃんとタイヤがはみたい禁止のですねこの プラスアルファが入っているので、まあ、これによってですね通常の LBX よりもワイドなものになっているということでございますさらにミラーもですねこのブラックのコーディネートになってますし、まあ、これツートーンですねルーフになっているわけですけれども通常の LBX だとここはですねメッキが入るわけですけれどもこちらはですねブラッククロームになっているわけですねなのでうわー俺このパーツでちょっと自分の車も変えたいなと思うそんなですねものになっております はい、リアの方に回ってきますとリアもですねもうパッと見でバンパーの造形も違っているというところでまずですね先ほどのタイヤのですね部分フロントもありましたけどリアがより出てますからおそらくここで一番出てるところなんだろうなというところですねこれによって 1845mm になっているということだと思いますさらにこのバンパーの角の部分にもエアロパーツ的にですねフィンが入ってますしこの下回りもですねブラックのパーツが入って。 はい、ちょっとディフューザーっぽい感じになってますのでもうリアバンパーの造形自体が全く異なるものになっていますそしてこのマフラーですよこの K の太いですねマフラーこれが左右に分かれていて2本出しになっているということですねここも見た目的にも相当違いますしこれはやっぱり乗ってるパワーユニットの違いがですね大きく現れてるんだろうなというところを感謝するものになっています そしてこちらをご覧になっていただくとリアには「森蔵」RR も付いてますけれどこれ読まないらしいんですけど「森蔵 RR」というですねバッジが入っているということになるわけです。でこの「森蔵」コンセプトなんですけれどももうご覧になっていただいて分かりますように通常の LBX よりも全然スポーティーな車になっているというのはもう一目瞭然なわけですけれどもこれですね一番驚いたのは。 単にスポーーティーバージョンのでなかったということでまあちょっとあの語弊があるかもしれないですけれども言うならばですね今日同時に発表された GR ・アリスの 8AT ありましたけれどもあれがですね300馬力超えたカローラと同じエンジンになってなおかつ発足の DAT ですね,ですねこれになったということでですね 驚きがあったわけですけれども、まあ、そちらの主要動画もすぐお届けしたいと思いますけれどもなんとそのパワートレーンがこの中に入っているということなんですねまあでも正確に言うとパワートレーンが入っているというよりはまあちょっと言い方乱暴でレクサスの人に怒られるかもしれないですけれども GR ヤリスの骨格に LBX をくっつけたようなですねそんな感じさえあるわけですよね。なので 見た目は LBX なんですけれども中身はですね GR とのハイブリッドというかですねそういうものになっていてもちろんクオリティはレクサスクオリティで仕上げている車なんですけれどもこんなことがあるのかというですね驚きのものになっておりますですので中身はですね1.6リッターの GTS のユニットがですね入っているということになるわけでスペックもですね GR リアリスと同じ300馬力をオーバーしているものになっているということでございます なのでこの LBX はですね非常に刺激的な LBX になっているということでございますでは実際にですねボンネットを開けてみたいと思いますさあボンネットを開けてみたいと思いますけれども開けますとはいあこのようにですねちゃんとレクサスのカバー作ったんですね GRI s の場合は赤いですねラインが入ったものになってますけれどもこちらはですねレクサスらしいちゃんと レクサスのです、ね、ロゴとこの辺りのです、ね、ちょっとこうメタル調の感じがですねレクサスらしいものになっているとでこのエンジンですけれども1.6リッターの3気筒のです、ね、ターボということで、まあ、これをです、ね、極限までスペックアップしているものになってまして最高出力が304馬力を発生して最大トルクはです、ね、400ニュートンを発生するというものになっていますそして今回はやっぱりトピックなのは GR ・イア,アリスもそうでしたけれども8速の DAT を入れているということで この発足の AT は GR がラリーチャレンジで,ですね早川さんが乗っていた車でですねテストしていたダイレクト AT ですね非常にダイレクトな AT をですね搭載したというのがポイントになってきます。これあの GR ヤリス私袖ヶ浦で乗ってますけれども通常のですね MT の GR ヤリスと比べてタイムもですねコンマ1秒しか違わないです。しかも 我々みたいなドライバーだと AT の方がミスもないのですごく速く走れるものになっていてめちゃめちゃ良かったですなのでそこから推察するにこれをですね LBX に乗せたらまあほに気持ちいい走りが得られるでしょうし AT なんだけれどもかなりですねスポーツドライビング楽しめるものになっているのは間違いないというところですねさあそしてインテリアをチェックしたいと思います開けますと もう LBX は、まあ、今回ですねあのノーマルのモデルもビスポークのモデルがあったので、まあ、その世界観がこの森蔵のコンセプトにもですねしっかりと入っているというのはもう一目瞭然ということでご覧になっていただいて分かりますようにこのようにですね内装はですねオーカーの内装になっているということで外見はですね非常にスポーティーな LBX だったわけですけれども中はですねひとたび開けるとこのような感じでレクサスの世界観がですねしっかりと。 反映されたですねそんなインテリアになっているということでまあ,あの私も LBX ノーマルを買った身としてはですねこういうのを見ているとあこっちにこっちにしたいなっていう感じがですねすごくあ,のありますけれどもやっぱこうして見るとね本当にあに小さな高級車というふうにふさわしいそんなです、ね、仕上がりになってますよね。なおかつこうしてシートなんかを見ていただきますと外側のですねスポーティーさとは裏腹に上質な。 感覚ががあるとといううここですがこのようにです、ね、シートベルトは森蔵シグネチャーカラーであるイエローがです、ね、選ばれていてこういったです、ね、遊び心ができるのもこの LBX なならではかかとといいう部分かと思いますちなみに開けたところにはレクサスのスカッフプレート入ってますしペダルはです、ね、アルミとです、ね、この滑り止めのついたタイプのものになっていてこの辺りもです、ね、非常にこう本格的な感覚を持ったものになっている ではちょっとだけ座らせていただこうと思いますああいいですねこの目の前に広がる雰囲気はとてもあの外側のですねちょっとこう走りそうな感じとは違って本当にあの優雅なですね小さな高級車のインテリアだなっていう感じがですね伝わってきますねなのでこうシートベルトを出すまでは本当にあの こここにこんな文字が書いてありますよやるなこれ新しいなちょっとね、はい。これをするまではだから本当にあのいわゆる小さな高級車だなっていう世界が広がってるわけですけれどもこれちょっとねギャップ燃えしますねそういう意味ではね。ちなみに はい、シフトを見ますとこのような感じで通常のです、ね、レクサスシフトと同じようなシフトになってますけれどもモードの切り替えがですね AWD のモードの切り替えがあってスポーツモードがあってということですねこの辺りも実際に試すのが非常に楽しみだなというところですし細かなところで見るとこういった部分のメタルパーツこれもです、ね、チェッカー柄になっていてこれもさりげなくノーマルとは違うものになっているということでございます。 さあそしてリアですけれどもこちらもですね、はい、オーカーの美しいシートにイエローのです、ね、差し色ということでこの辺りもいろいろ選べるようになってきたらもっと楽しいものになるだろうなというところでその辺りもですね他のモデルにも転用されるんじゃないかという期待もですねちょっとしたいところだなというところでございます。はいというわけで今回はですね東京オートサロンのトヨタガズレーシングブースその壇上にこのようにですね突如登場した レクサスの LBX モリゾ蔵コンセプト間に RR 入ってますけど読まないそれがですねこちらにある1台でございましたもう細かいところまでですねかなり変わっていて非常に魅力的な1台になっていてまあ、今回のですね東京都サノン様々な車が登場しましたけれどもかなり注目度の高い1台になるのは間違いないなと いうところですし、まあ、この車ですね、夏ごろに発売されるということですので、まあ相当近い将来にですね、皆さんに試乗とかですね、そういったところの動画もお届けすることができると思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。というわけで最後までご覧いただき、どうもありがとうございます。チャンネル登録いただければ、あなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV でやっておけるお車逆ございましたら、コメント欄に消していただければと思います。 それではまた次の車でお会いしましょうと言いたいところですけれども実はですね同時にですねこのトヨタガズレーシングのブースでライブも行っていると思いますのでそちらも一緒に見ていただければと思いますそれではまた別の車でお会いしましょうラブカス TV 川口真奈美でした